シャックです。マツです。今日のテーマはプレーではバイアウト後に覚醒した選手。聞いた。エリゴ。エリゴは残念ながら落選です。くっそ。はい、チームが変わってから毎年やけど、はい、覚醒する選手っている。やっぱね、場所が変わるとボーン行くね。違う、やっぱその戦術だったりだとかも違うし、うん、その起用方法もガラッと変わったことによって、ほんまに見違えるほど素晴らしい活躍をしている選手が今シーズンもいます。いっぱいいる。なのでね、今日はそのトレード後に今までもすごかったんやけど、より覚醒してる選手についていろいろ話していきたいと思います。楽しい回やね。はい、今日も皆さんぜひ最後までお楽しみいただいて、僕ら応援する意味を込めて高評価ボタンポチッとポチー押していただいて、まだの方は忘れずチャンネル登録いただけると僕らに続けるモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。ネッツのミカル・ブリッジズ。もうエースでしょ。エース、大エースやね。来たね。もうこの企画をやるんやったらブリッジズ絶対外せない。入れてな。燃える。燃えます。素人 NBA。 もうネッツの今得点リーダーになってて、ネッツ移籍した後、1試合平均 23.4 ポイント、5リバウンド、3、47.1%。 MIP です。やばいですよ。ここから飲み入れるとかある？いや、さすがに試合数少ないからないか、ないとは思う。で、これサンズのとこからどんな変化があったかっていうと、はい、得点だけは約6点ぐらいアップ。もうすごいよ。そしてね、ネッツに来てからやっぱボールを持つ機会も増えてるんで、うん、1試合あたりのフィールドゴールの主投数っていうのも当然彼の中でキャリア最高。めっちゃ楽しいやろうね。勝ててないっていうのはあるから。そっかそっか。しかもブリッジズはやっぱハードワークする鉄人タイプなんで、いや楽しいよりも今は勝たしたいやな。じゃあそこが強いと思う。ただこの間のマイアミヒート戦ではキャリアベストになる45点があったりとか。すげえ。出続けてそれ出してるわけやろ。えぐいよ。すごいね。ほんまに休まへん男。もう彼のメソッド、アンソニー・デイビスはぜひ学んでもらいたい。いや、言われても怪我してまうねんって感じだね、AD は。素人 NBA。そしてネッツからもう一人、キャム・ジョンソン。ああ、ここもいいんでしょ。もう、ジョンソンはネッツのナンバー2オプションになって。なんかまだネッツが見慣れへん俺この選手は。人によってはあるかもしれないけど、ただネッツ来てから彼もすごい。ここまで1試合ネッツだけで19ポイント、 3.6 リバウンド、フィールドゴール 50.5%。 素晴らしいやないの。サンズの時も良かったけど、どちらかというとね、やっぱビカル・ブリッジズとか、トレンドで言うとジェイ・クラーダーとかもいたんで、あんまりチャンスがね、序列的にはその次って感じやってんけれども、サンズの時から比べると得点は約5点アップ。そして彼も1試合後のフィールドゴールの主投数っていうのはキャリアの中で最高になってる。素晴らしい。そんなキャム・ジョンソンは実は今シーズン終わった後に制限付き FA になる。うわ、出ていくかもしれん。全然可能性はある。ネッツとしては彼をアセットにサイン&トレードで誰かしら持ってきたいっていうことは全然あり得るし、そもそも今のネッツっていうのは他にもウイングが多すぎるんで、ネッツにずっといるかどうかは分からへんねんけれども、とはいえネッツに来てね、自分の株を上げてることは間違いない。いい営業できてますと。できてます。レイカーズのジャレット・バンダービルト。よき。もうよく来ていただいた。やっぱレイカーズに足りなかった身長がでかくて、うん、相手のエースにもつけてハッスルできる選手。まさにここやね。ここの存在がほんまに大事で、ベバリーもすごく良かったんけれども、これな小さいね。そうね、サイズがあるので、サイズがね、でかい選手が欲しかった。そこにバンダービルトは今レイカーズ激ハマりしてる。ここはほんま八村が良かったけどね、俺は。ほんまそうやな。レイカーズに来てから1試合 7.7 ポイント、8リバウンド。スタッツ的にはね、ジャズの頃とそんなに数字的には変わらへんねんけど、うん、それ以上にインパクトはほんまに素晴らしい。止めてる。この前のダラス戦なんかはルカを完全に抑えて。よういけんね。2クォーターまではもうかなり負けててんけど、第3クォーター以降、バンダービルトのディフェンスとハッスルがあったから勝ってたようなもん。いいじゃん。めちゃめちゃいい選手。レイカーズはいろんな選手がね、トレードライン後に新しくなったんで。めちゃ来たよ。例えばマリック・ビーズリーとか、はい、ディアンジェル・ラッセルとかもいいねんけれども、それ以上にね、今、ジャレット・バンダービルトの良さっていうのが際立ってます。1番やね。すごいね。ディアンジェル・ラッセルちょっと怪我で抜けてたんで。折ったら入った。折ったら入ってた。表紙にいたもんな。そうね。なんで表紙に今回入れてるか。触れずに行ったけどさ、こう。ニックスロー、ジョシュ・ハート。いいんでしょ？ジョシュ・ハートは俺もうね、大好物。来てからずっと勝ってんのやろ、ニックスが。いや、今もう7連勝だから、ね、すごいね。この動画撮ってる時点では。もともとジョシュ・ハートはブレイザーズの頃から、やっぱ 3&D、特にディフェンスがいい選手ではあってんけれども、ニックスに来てからね、どうなった？もう輝きまくって、キラキラしてる。特にスコアの面でほんまにすごくて、ここまでニックスに来てから、1試合 12.4 ポイント、5.1 リバウンド、スリー 60%。60!すげえ。えげつないよ。しかも俺、ブレイザーズの頃って、ディフェンスは良かったんやけど、もともとね、スリーがね、これ全然入ってなかったのよ。なんでなんやろうね。だいたいスリーね、ブレイザーズの時は 30% ぐらい。手抜いてたんかなって思うぐらい違うね。なんかね、シュートフォームもちょっと変わってる感じするのよ。コーチがなんか言ったんかな。い
いやー分からへん、ね、なんか起きない 30% か 60% になるってエグいから最強のコーチがいいねってシューターのあーいるかもな、うん、ただやっぱブランソンの存在でもでかいかもしれないね寄せてくれるいやし大学一緒やしあなんか気持ちがそうなるほどね2人バックコート優勝までいってるからそうかそうか友情が違うね厚みがやしもうニックスファンの中でもほんまに大好きな選手になってるセットでなそうただジョシュ・ハートに関しては今シーズン終わった後のプレイヤーオプションなので出てってほしくないよやっぱりニックスとしては残すべきやと思うねんけれどもこの辺の次の金額がどうなるかっていうのはもう早くも注目ですピストンズのジェームズ・ワイズマン出てたよこの間もいやピストンズ行ってから今スタメンやからねいいねウォリアーズの時とは違って輝いてるよなんかもうずっといた人みたいなユニフォームがもうもうあの3年ぐらいいた貫禄出てる出てる出てるピストンズに移籍したから1試合 11.8 ポイント 8.2 リバウンドいいやんでウォリアーズの時から得点は5点ぐらいアップ素晴らしいリバウンドも5本ぐらいアップ時間増えたからね何よりそうやねん1試合あたり25分ぐらいピストン出てんねんけどすげえほぼウォリアーズの倍やからめっちゃ楽しいやろめちゃめちゃ楽しいでもいいねなんかねやっぱこの間ブルーズ戦負けてはもうてんけどやっぱブーチェビッチのマッチアップ見てても、うん、なんかより今後ワイズマンが揃っていけばブーチェビッチをよりアスレティックにしてるセンターになってほしいいけそうそうめちゃくちゃ最後追い上げたもんそう面白かったやん面白かったよワイズマンねフックシュートもうまいし、うん、確率は高くないけどスリーも打てるんで打てへんよりは全然いいよなのでね、これからやっぱ成長していってほしい。今、課題で言うと引き続きやっぱファールはめっちゃ多いんで、この辺を改善できるかどうかはかかってんねんけれども、ワイズマンとしてはピストンで移籍したことでね、覚醒できたことは間違いないです。おめでとう。ブレイザーズのキャム・レディッシュ。いや、待ってたね、ここは。まあ、今回ねいいジョシュ・ハートとのトレードで、はい、ブレイザーズねレディッシュは行ったわけやねんけれども、ブレイザーズ行ったからキャムもスタメン起用なんだね。素敵なトレードやってくれたねめちゃめちゃ素敵結果的にほんまにウィンウィンやったと思うねんけれどもそんなレディッシュはブレイザーズに行ってから1試合 12.6 ポイント 35.7% いいじゃんニックスの時よりも得点を4点アップしててそしてレディッシュもニックスの時は3だって 30% ぐらいしか決まってなかったんけど、うん、今 35.7% ということでもうちょい上げれるもうちょい上げてほしいねんけれども悪くはないっていうロールプレイヤーになってます、うん、いいねそんなレディッシュも今シーズンが終わった後に制限付き FA になるので残ってほしいけどねブレイザーズとしてこの辺どういう判断するのかっていうのは注目です同じくブレイザーズからマティス・サイブルいい笑顔やねこの人はサイブルもブレイザーズ移籍してほんまに良かったと思う一人幸せサイブルはシクサーズの頃はねやや押されてたローテーションから外れてたけどディフェンスはええのに言ってな今ブレイザーズ来たから彼もスタメンやからシュートも入れてたんやなんかね3がめっちゃ入るようになってるんよ結果的にねサイブルもキャリアを取り戻してる一人やねんけどシクサーズの頃って3.33%ぐらいやってんけどブレイザーズ移籍してから1試合 9.3 ポイント 4.2 リバウンド3.53%すげえ変わるやん気持ちがリセットされたもんでかいかもなるほどねやっぱさずっとシクサーズの方でハイランレッテルを貼られたも自分も分かったと思うし気持ちで自分もハイランくなってくるかなそれはめちゃくちゃあると思うなるほどねそれでこの前レイカーズ戦なんかは八村がね最後にマッチアップしててあの伝説のなそうルーク・コーネットばりのコーチの指示なんじゃないかとかね入らへん思ったらどんどん決めてたのがマティス・サイブルだったんでそんなサイブルも実は今シーズン終わった後に制限付き FA になるのでこの辺もブレイザーズは残すのかどうかっていう判断を入ると思いますラプターズのヤコブ・ポートルヤコブ・ポートルもともと良かったけどねやけれどもこれねラプターズ行ってから半端ないよいいのゲットしましためちゃめちゃいいそもそもシアカムとポートルってドラフト同期やねんけどあ久々やなみたいな感じでしょやしラプターズとしてはもともとねセンターが足りなかったんで、うん、そのあたりをポートルが埋めてることは間違いない万能センター来たここまで1試合ラプターズ移籍してから1試合 14.1 ポイント 8.9 リバウンド2ブロックしかもフィールドゴールは 74% でキャリア最高やめっちゃ上がるやんやばいスパーズの頃も良かったんけれどもそれ以上にねラプターズの今のポジションがそこいなかったりだとか今のねラプターズはプレーオフかけて戦ってるチームなんで結局行くからね頑張ってポートルがほんまにキーマンになってるしただそんなポートルも実は今シーズン終わった後に制限なしの FA になるんで忙しいなみんな忙しいただ今の活躍見てるとラプターズは間違いなく再契約出すんじゃないかなとは思うんですけれどもこの辺は引き続き注目ですスパーズのデモンテ・グラハム輝いてるどう輝いてますねもういいやんそもそもペリカンズの時はやっぱ選手層が厚すぎたんで急に分厚くなったからね最後なかなかローテーションから入れてなかった分もあってんけれどもスパーズに移籍したからローテーションプレイヤーとして1試合 13.4 ポイント 4.4 アシストいいじゃんペリカンズの頃から言うと約得点8点アップしてる、ね、よしよしよしただこれ難しいのがスパーズとしてはこれから再建に入るチームなんでまた出されず年齢がな合わへんっていう、ね、そうやねなのでスパーズに
中長期で残るとは思わへんねんけれども、とはいえね、スパーズに行ってからキャリアをもう一回取り戻してる一人なんで、こっからどうなるかっていうのも注目です。頑張れパトリック・ベバリー。エナジー与えてる。そうやね、ベバリーはね別にスタッツがどうっていうわけではないねんけれども、もう魔法カードみたいなポジションやからね。ブルーズ移籍してからここまでブルーズは4試合でチーム3勝1敗。聞いてるよ、バフ聞いてるよ彼の。ただね、ゲームの中でブーチェビッチを結構言い争ってる場面はあってんけれども、まあしゃあない、衝突はある。ただそれぐらいチームにエナジーをもたらしてくれてるのはもうこれ間違いないよね。そう、ブーチェビッチがたるんどるんや多分。そこは俺はね、うん、間違いなくあると思う。イメージ俺のこれ。そんな地元出身のベバリーがやっぱシカゴをここから帰ってくれるのかどうか。いいね、レイカーズより似合ってるやん。似合ってんな。うん、かっこいいわ。どうやら裏側でレイカーズいるときはトレードを要求してたみたいやね。あ、実は実はでもそれも出さへんとやってたんやな、試合では。やってた。偉いよ。シーズン開幕前は俺がこのチームを勝たせに行くとか言ってたんけど、なんかいろいろあったやん。まあただ結果的にやっぱブルーズ行ってから活躍してくれてるんで、うん、いいやん。うん、ここは引き続きやっぱ楽しみな存在です。ラストはケビン・デュラント。ボス来た。はい、もうスタッツが別に特段今まだ1試合しか出てないんで、前もやばいからね。そう、とはいえね、この間放熱戦終わってんけど、うん、KD ってこんな選手やったやなって改めて痛感させれました。全部持っていった。まあ理不尽です。理不尽。それこそあの試合ブッカーも絶好調で、うん、ブッカー KD のミッドレンジ決まりまくり、スパスパ言ってた。もうシューティングかっていうぐらい、やばいね。もう全てを無効化にする男がウエストに来てしまったと改めて思いましたよ。こんな男やからこそポンポン移籍しんといてほしいねんけどな、俺は。そうだから逆に言うと究極のお助けマンなんでね。確かにな。そうやね。なのでもうえぐいね。はい、ちょっとこの後まさにブルーズ戦とあるんで、ちょっとこの辺僕もこの後応援したいなと思います。ぶつかりがね、もう全チーム行きゃいいね。全チームで優勝したらいい。言うてまだ3チームしか行ってないからね。毎シーズン優勝しそうなとこに行くって。素人 NBA。 以上、ここまでトレードあるいはバイアウト後に覚醒してる選手について話してきました。あなたはね、チームが変わって覚醒してる選手は誰だと思いますか？ぜひ皆さんの熱い思いコメントで聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日も皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していくので、まだチャンネル登録されてない方はこの動画を見てすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてメンバーシップでは通常動画で私たち限定動画月1本出してますんで、皆さんの応援が僕らの活動を継続する原資になりますんで、ぜひ皆さん応援してください。切実に。サブチャンネルではメインで話したトピックについてもいろいろ話してますんで、ぜひそっちのチャンネル登録してもらってください。お願いします。素人 NBA ではスポンサーさんを随時募集しております。カモン。素人 NBA と何かねやりたいと思う方はね、法人の方個人の方でも構わないんで、ぜひ気軽にメールしてください。基本何でもやります。やります。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。そして最後に、おもこめ。おもこめ。今日のおもこめは何？今日ですね、前回やりました。ダラスマーベリックスは期待外れなのかという回から。デュラス。関西の神主さん。理想と現実の乖離。おぉ、乖離で かけてきたんや。はい、うまいことまとめてくれました。たまいいタイプね。こんな感じでね、毎回いろんなおもろいコメント発表してるので、今後もおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ゲリー。え、そんな表情してるっけ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。